今回は月刊誌父でもおなじみの吉丸房江さんの話から幸せになるための考え方、心構えを取り上げます。まず現状認識タイムでは、心が乱れた時、平静を取り戻すためにあなたが心がけていることは何ですか、シェアしましょう。健康道場コスモポートは、元巨人軍の川上哲治監督や俳優の伊武雅刀さんなど多くの著名人も訪れたという全国的に有名な健康施設です。主催の吉丸房江さんは、人生は心一つの置き所として月刊誌父に何度も掲載されるなど、30年以上にわたって心の持ちようを説いてきた人物です。私たちは嫌なことがあるとつい心を乱しがちですが、吉丸さんは心の置き方次第でマイナスもプラスに変わると語ります。まずは吉丸さんが幼い頃にお母さんから教わったというものの考え方について語ってもらいました。巨人軍の川上監督とか、あの俳優の伊武雅人さんとか、あの薬師寺の館長さんとか、まあそうそうたる方々が全国からこの福岡米原の地にですね、もう全国からやってきてると。で、その健康だけじゃなくて、その心の部分をですね、先生に求めてこう集まってきてらっしゃるっていうのでですね、その先生がそのやっぱりその心の置き方一つで、その人の健康もあるいはその精神状態も変わるっていうのでですね、おっしゃってる話はすごく私心に残ってまして、そのあたりを今日はぜひ聞かせていただきたいと思ってまいりました。はい、